皆さん、こんにちは。さつきみどりさんはこれまで歌手やタレントとして活動しており、非常に上品な雰囲気がある方です。昔はいろんな番組で見かける機会も多かったのですが、最近はちょっとテレビで見る機会が少なくなっている気がします。いろいろ検索していると関連ワードに認知症というのがありました。どういうことなのでしょうか。今回はさつきみどりさんの近況と私生活について見ていきたいと思います。さつきみどりさんは現在認知症の疑惑があるのでしょうか。さつきみどりさんは1939年10月21日生まれ、東京都江戸川区の出身です。父の大野房次郎さんは鹿児島出身で、江戸川区平井で大野屋精肉店を経営していました。母親は山形県船形町出身です。父親は自ら芝居小屋を持つほど芸事が好きだったそうです。父は芝居に厳しくセリフを覚えられないと学校に行かせてもらえなかったそうです。1956年日本放送モノマネのど自慢で優勝をし、同年5月に五月みどりの芸名で初ステージを踏みました。1958年11月お座敷ロックでレコードデビューを果たします。1961年5月お暇なら来てね発売で、それまでの歌手になかった愛らしくチャーミングな美貌とともに綺麗なちりめんビブラートを生かしたこの歌は大ヒットとなりました。温泉芸者やお暇なら来てねなどのヒット曲をさつきみどりさんが芸者姿で歌う姿は、どちらかといえばお色気というより明るくキュートなイメージでした。しかし歌詞にあるお暇なら来てよね、私寂しいわや一週間に10日来いなどいうサビのフレーズを当時の子供たちがこぞって真似したため、大人たちは大いに困ったようです。1962年にはNHK 紅白歌合戦に初出場を果たしました。さつきみどりさんが紅白歌合戦に出場した時の瞬間最高視聴率が 85.3% だったと言いますから、その人気ぶりがわかります。1965年に結婚をして引退をしましたが、その後離婚をして復帰をしています。1970年代以降はタレント女優としての活動を中心に芸能活動を送ることになります。1975年には主演ポルノ映画さつきみどりのカマキリ夫人の告白が話題になり、40歳を過ぎても日活ロマンポルノ作品に出演し続けました。1989年には仁科展に入選をして個展を開催したこともあります。実はさつきみどりさんは芸術作品が好きで、自身も作品を生み出し続けました。また1997年から2007年に日本テレビで放送された伊藤家の食卓では母親役でもおなじみでした。さつきみどりさんは2019年から2020年にかけてテレビ朝日で放送されたドラマ安らぎの時道以降テレビに出演していません。2017年にはその前編にあたる安らぎの里にも出演していました。しかしその撮影現場でさつきみどりさんはセリフを覚えられず、カンニングペーパーを用意して撮影したこともあったそうです。制作関係者も続けて証言します。2018年に日本テレビで放送されたバラエティ番組ぐるぐる99に出演した際のさつきみどりさんの受け答えがあやふやで心配になったそうです。関係者の間では認知症なんじゃないか、このまま引退するのではという話までささやかれていました。チャーミングな性格で視聴者からも好評な方なので、お元気でいてほしいと制作関係者は述べています。神奈川県湯河原町で暮らしているというさつきみどりさん、自宅近くへ熱海に小物や雑貨フラワーアレンジメントを扱うギフトショップを3店舗経営しているといいます。最近湯河原店を訪れたというファンは次のように述べます。さつきみどりさんはとても気さくな人で、お店に来たファンとも交流していたそうです。以前は頻繁にお店に顔を出していました。最近はあまり外出していないようで、お店に来ることもめっきり減ったといいます。さつきみどりさんの自宅と店は車で10分ほどの距離だといいます。しかしその距離さえもさつきみどりさんにとっては負担だというのでしょうか。
さつきみどりさんの近況について所属事務所に尋ねると、次のように説明しています。84歳ですから、物忘れは当然ありますよ。ただ、食欲もありますし、至って元気です。見た目が若いですし、もう少し年齢も若いのかなと思っていた人もいることでしょう。84歳にもなると体や脳にもいろんな変化がありますし、認知症になってもおかしくない年齢ではあります。認知症の発症率については、2025年には高齢者の5人に1人が認知症になるのではないかという予測もあるそうです。決して珍しい病気ではなく、誰しもかかりうる病気ということです。さつきみどりさんも高齢なので、何かしらの問題を抱えていても不思議ではないのではないでしょうか。ネット上ではさつきみどりさんが認知症ではないかと疑う SNS の投稿も少し前にあったようです。さつきみどりさんはもともと天然っぽい性格で、おっとりしていて天真爛漫な雰囲気があるので、元からそうだったと言われれば納得してしまう部分もあります。あとはさつきみどりさんの検索の関連ワードに認知症と出るのは、過去に出演した主治医が見つかる診療所の認知症スペシャルという番組にさつきみどりさんが出演したことがあり、その番組の内容を知りたい人が一緒に調べて関連ワードに上がったということもありそうです。ということで、必ずしもさつきみどりさんが認知症ということではないようです。さて、さつきみどりさんは3度結婚して3度離婚しています。最初の結婚は1965年、演歌系芸能プロダクション社長との結婚でした。この時さつきみどりさんは一男一女を授かりますが、1971年に離婚しています。その息子さんが西川哲さんです。後にプロゴルファーとなり、1980年代にアイドルとして大人気だった菊池桃子さんと結婚しました。しかしゴルフの成績、人気ともあまり芳しくなく、菊池桃子さんとも離婚してしまいました。現在はゴルフのティーチングプロとしての活動がメインのようです。ちなみに西川哲さんが逮捕されたという噂がなぜかありましたが、全く根拠のない噂話です。さつきみどりさんの娘である水沢恵里さんも一度は歌手デビューしましたが、今はやめています。2番目の結婚は日本テレビのディレクターだった大高正義さんです。澤高正義さんはさつきみどりさんがレギュラー出演していた金曜10時噂のチャンネルのディレクターだったことから恋愛に発展し、1976年に再婚をしています。奇妙な夫として有名だったのですが、お互い浮気の告白をワイドショーや雑誌で幾度か言っています。1984年に澤高正義さんの金銭トラブルにより離婚となっています。澤高正義さんが無断でさつきみどりさんの財産を使い込んだことにより、アメリカにあった自宅も手放さざるを得ない状態になってしまった。3度目の結婚は1985年に歌手の立花純一さんです。なんとさつきみどりさんよりも20歳も年下ということで話題になりました。しかし2年後の1987年に離婚をしています。結婚をして2週間後に立花純一さんには女がいると分かったそうなのですが、今度は3度目だし、私にももう後がないと思ってなんとか我慢をしようと思ったそうです。ところが離婚直後に立花純一さんは5月宅から退去する引っ越し作業中に転倒して複雑骨折し、仕方なくその後しばらくさつきみどりさんが立花純一さんの面倒を見ていたという奇妙な出来事がありました。立花純一さんと離婚をした後はマネージャーでさつき企画代表取締役の逸見文康さんから、僕があなたを一生支えると告白を受けて事実婚状態にあることを公表しています。関係は続いており、ちゃんと入籍をしないから長続きをしているのかもしれないと語っていました。そう考えるとさつきみどりさんの女としての魅力は半端ないものなのでしょう。これだけ次々と男性に愛されて、結局最後も愛してくれる男性がいるということになります。さつきみどりさんには男性がそばにいなかった時がありません。おまけに数年前にはあのお笑い怪獣明石家さんまさんがさつきみどりさんを口説いて真剣に再婚を考えていたという熱愛の噂が流れたことさえあります。若い女優やタレント好きで知られる明石家さんまさんが惚れ込んだというのですから、さつきみどりさんの色気は
怪獣をもしのぐ破壊力ということなのでしょう。五月緑はさしずめ熟女の元祖と言っても良いでしょう。さつきみどりさんの活躍は大きく3期に分けることができます。まず第1期は1958年にデビューしての歌手時代。第2期には1975年東映の五月緑のカマキリ夫人の告白を皮切りに日本の日活ポルノ映画に出演した時代。離婚を機に40歳を前にしてポルノ映画に主演します。大胆なヌードを披露した時は芸能界やファンたちの度肝を抜きました。五月緑のカマキリ夫人の告白、マダムスキャンダル10秒死なせて、ファイナルスキャンダル奥様はお堅いのがお好きと、強烈な映画のタイトルとは裏腹に妖艶でいてどこかあどけなさが残るさつきみどりさんは和製マリリン・モンローのようでした。前述の通り40代の熟女スターとして世の男性たちを騒然とさせました。そして第3期は世紀末から今日まで、五月緑はその美貌と明るい天然キャラが受けバラエティタレントとして活躍しています。いかがだったでしょうか。今回はさつきみどりさんの近況や認知小説などを深掘りしてきました。結局のところさつきみどりさんが認知症ではないのかと不安な声が上がっていましたが、真相は一体どうなのでしょうか。天然ボケの人は若い時には可愛いと言われがちですが、年を重ねてくるともしかして認知症になったのかと話題になります。そもそもしっかりとしたキャラクターの人だったらその心配もありますが、さつきみどりさんはもともとがとぼけた性格をしているので現在は認知症という可能性は低いでしょう。幼い頃から演劇を並び歌手として芸能界デビューを果たしたさつきみどりさん、その後も多数の番組に出演していました。余生を自宅でゆっくり過ごしていることでしょう。仕事をすべて断り姿を確認できていませんが、何らかの形で元気な姿を拝見できることを楽しみに待ちたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。